こんにちは、速稼塾の久保です。昨日のライブ放送でね、ものすごく辛いカップ焼きそばがあるんだよってことをお知らせいただいて、早速スーパーの方何軒か回ったんですけども、私の住んでるところが田舎だからですかね、ちょっと見つからなかったです。で、店頭に山積みになってる何でもかんでものカップラーメンの中で、ジャンブル陳列って言うんですけどもね、唯一見つけたのが、この夏日清が発売して外したんでしょうね、きっとね、投げ売りされていたこれなんですよ。もうできてますけども、シーフードのレッドってやつです。なんか夏場に激辛のラーメンということで、もう早速色がね、これ見てください、見えます？ちょっとカメラ傾けますけども、こんな色してますよ。とてもシーフードとは思えないですね。これがなかなか辛いんじゃないかということで、辛口レッドって書いてますからね。これ辛口レッドでしょ。これをちょっとね、いただいてみようかなと思います。この深夜に、このね、夜も寝静まる、まだ夜明けぬ4時に、この辛さはどうかなと。だからエビとか卵とか入ってますけど、完全に赤いですよ、もう。麺はこうやってすくい上げてみると、若干オレンジかなみたいな。あちちち、あち、熱い。辛いよりも熱い。じゃあこれをね、早速一口二口いただいてみようかと思いますけどね。食べた時は大したことないんですけど、噛んでるうちにむちゃくちゃ辛いですね、これ。この辛みの唐辛子エキスが口の隅々まで噛んでるうちに広がるくらいですよね。辛い。でも多分おつゆがあるんで、焼きそばの辛さよりはまだね、生ぬるいですね。あ、でも辛いわこれ。でも全然やっていけますこれは。これは、でもカレーヌードルの方が美味しいな。これはリピート起きないな。これ普通のシーフードヌードルと同じように卵焼きとか入ってますよ、エビとか。美味しい。美味しいわこれは。私はこの辛さ好きですね。なんかね、二口ミックス食べるまではその味の良さが分かんなかったんですけども、今ね、しっかりと噛み締めて、おつゆも飲んでみると、美味しい。これはね、廃盤になるのはもったいないですね。辛いうちに入んない、これは。全然大丈夫です、これ。これね、楽に完食できますよ。大丈夫。普通のね、カップヌードルの別の種類が出たな、みたいな感覚ですね。もう辛くて、ハーヒー言ったりとか、水を探したりってことはないです。この中さは、こけ落としですよ。激辛ブームとかありますけど、あんまり辛くて刺激の強いやつはね、やっぱりいろんなところに後遺症を残す可能性もありますので、ほどほどに。よくね、テレビとか YouTuber とかで大食いとか辛食いとかやってますけど、あれは特別な感覚とか体質を持ってる方がやってるんで絵になるんですよ。普通の人が無理してやったら、やっぱりお腹壊したりね、何らかの問題が起きますので、あんなので再生回数を稼ごうとしなくてもいいですよ。多分素直な姿を出せば、再生数は取れると思いますんで。でも激辛の焼きそばは多分注目されるでしょうね。私も想像するんですけども、むちゃくちゃ辛いんですよあれ。焼きそばの辛いやつってね、本当手がつけられないんで、私もね、ペヤングの
激辛焼きそばって昔食べたことあるんですけども、もうね本当に食べられなくて途中でやめて、翌日乾いたやつ食べたんですよ。乾いたやつ食べる分にはねスカスカ食べれたんですけども、出来たてのやつは本当辛いですね。汗も出るし口の中痛くなりますからね。これはでも全然大丈夫でした。感覚にも言えますけども、これだったらね、辛さレベル2って書いてあるから大したことないですよ。辛さレベル2だから、もしかしたらこれね、辛さレベルが1から5までいろんなのがあってこうやって売られてるのかもしれません。私適当に掴んだんで、たまたま2がね入ったんですけども、よく見ると5とかあるかもしれないですから、今度ねもし売ってたら3,4,5を重点的に買ってみようかと思います。そしたらね多分こんな悠長なレポートにならないと思うんですけどね。はい、じゃあ以上です。